じゃあ、こんにちは。お疲れ様。よし、じゃあ今日は、私今、オーストラリアのサンシャインコーストという、素晴らしい田舎町にいるんですけれども、今日はね、アルビレックス新潟、なんと長谷川匠先発です。最高。来たぜ。匠見ような、一緒に匠の、俺の匠 の素晴らしい活躍を見て、みんなで一緒に匠を応援しような。な、あの裏切り者の荒井郎、穴を埋めるのは彼しかいないからな。匠スタメン、匠しか勝たない。今日は匠よりありがとうございます。素晴らしいっす。一緒に見ましょう。今日は個室やからね、今個室に6泊してて、今日2泊目なんやけど、あと4泊ぐらいするから、もうすごくね、すごいいいところ、本当にめちゃくちゃいい宿ですね。本当に素晴らしいところです。あのご夫婦のちょっとご声に甘えまして、はい、あのちょっとまあやっていいよって言われたからちょっと生配信してんだけど、まあ、普通に民家やからね、あんまりでかい声出せないから、ちょっとまあちょっとね、ちょっと控えめになるかもしれないですけど、まああの嬉しいね、叫び声だったらいくらでも上げていいよって言ってくれたからね、甘えたいと思いますよ。さあ、ジュビロのあれ、ちょっとあれも見ますか。ちょっと待ってな。レックス新潟、ちょっとね、徳島とどっちやろうか迷ったんやけど、まあ、あの匠出るからってことでこっちにしましたね。徳島もだいぶ迷ったけどね、あのめっちゃ見たいし、ITS プラスってのもあるからね、ちょっと見たかったんやけど、はい、ジュビロ川島、さあ今キックオフです。はい、キックオフしました。2分、はい、全キックオフです。ちょっとスタメン今確認するわ。待ってな、匠は右サイドバック、はい、今サッキックです。最高ぜ、男見せろ、あれに言い方。左に平、ああ、だから平川の対面になるんか、匠が。なるほどな。は、いやーぜ、平川は絶対真ん中でしょう。左の選手ではないですよね。まあ、左から中に入ってプレーするっていう、まあ、コンセプトがあるんだったら全然いいんやけどね。32、あ、で、デンが左、右が遠藤か。で、左のサイドバックが早川ね。で、ダブルボランチが、今日宮本いいんでしょ。宮本と星か。宮本、星。センターフォワード長倉、トップ下が長谷川。長谷川元樹、左込み、右がダニーロ。はい。面白いね。面白いメンバーではあるけどね。さあ、匠。右。ダニーロは今シーズン初出場か。まあ、匠とこも見るけど。結構この試合はかなりこのスタメンをね、ダブル入れ替えたって感じでしたよね。サブは、キーパーは変わってないのか。小島か。サブ、マイケル、秋山、谷口、太田、阿部、森。あ、森。はい。奥村来た。奥村仁は確かトップ下ですよね。トップ下のはずです。なるほど。アタッカー多めやな。センターバック、まあ森はサイドバックやけど。頑張る匠。一緒に見ようぜ。この配信はあれですからね。がっつり新潟ビーキですので、よろしくお願いします。ちょっと飯食いながらやります。お腹空いてきた。今日は楽しかった、遊んできた。でもこの安売りのスーパーで買った5、これで 5.6 ドルですよ。560円です、これで。普通にかける100すればいい感じです。高くない？あー、デンが。ジュビロほぼメンバー入れ替えてない感じか？普通に強そうなメンバーであるな。ジュビロは川島英二、ゴールキーパー、鈴木グラッサのセルセンターバック、右、上村、左、松原、ダブルバンチ、上原、藤原、トップ下、藤川小太郎、左、平川、右、松本、そしてジャーメイン寮、はい。なるほど、まあ、ほぼ別面に近いんじゃない？ジュビロは。多分ね、あんまあジュビロのことよく分かってないんですけど。500ゴール目は匠の、あ、そうなの。これ500ゴール目リーチかかってんの。そうなんや、知らんかった。ちょっと待ってな。レバノン戦出たんだ。
まさか合流遅れるよね。レバノンは確かオーストラリアやってたんでしょ。いや、ちょっとタイミングあったら見に行きたかったんやけどね、場所がね、なんか確か下でしたよね。下というかその南シドニーとかだったでしょ。アデレードかどっかでやってたんですよね。もうオーストラリア広いのよ、めちゃくちゃ広いからね、なかなかね難しいんですよね。まあやることは別に新潟も大して変わらんと思うからね、この サラダを食べながらちょっとやろうかな。野菜食いて、野菜全然食ってない。結構入っとるな、バックスタンドも結構。ああ、間まずい。 OK、 さすがで。電話はやっぱ無理が効くね。あそこちゃんとついてくれるのは素晴らしいです。あれあれ、おお、さあ行こうぜ、男見せろ、あれに入れた。男見せろって言ってんでしょ、あれ。さあ、コミ。まあ、ジュビロは4231、あ、まあ、アルビオン4231、あとは守備面だよね、守備面でどうなるかですよね。ジュビロがどういう、多分ジュビロよりアルビオンのボール持ってるはずなので、多分ね。さあ、で、まあ、匠が入れれば勝てますよ。俺の匠だもん。さあ、匠。匠が、スーパーゴールオーバーヘッドで一発ぶち込んで勝ちます。予言します。俺は分かります。そういうことを起こせる子ですから。ダーニーローダーニーロー、今日の晩飯はこのサラダとハムです。このあとマトでフルーツとかもあるんだけど、フルーツはまあぼちぼち、まあスーパーの物価、でもスーパーもまあ物価高いかな、ちょっと高いですね。日本よりやっぱ、だけど、外食とホテルはクソ高いね。やばい。えげつないほど高いから、なかなかその、泊まれんと思う。長期で旅行するのはきつい、ほんとに。鼻詰まっとるけんってな、なんか謎に花粉やっぱあるらしいんだよね。オーストラリアの花粉あってさ、あんまりね、鼻詰まって味がわかんねんね。お、面白い。シュート。まだある。面白いセットプレー。カウンターを防がないと。あー、コミちゃん。ファールか。あ、これはイエローカードだ。でも、こう止めないときダメです。うん。結構ボールいったと思ったけどな。あそこはイエローでも仕方ないです。あそこであのイエロー怖がってファウルできないやつはもうダメですね。チームのためにならないです。もうそういうレベルですからね、 J1 は。いただきます。ホテルではないです。民泊なんで、普通に民家ですよ。だから、OG 民家ってやつと泊まってみたかったんよ。めちゃくちゃ、超いい雰囲気。あの、Twitter とか、後で載せるけど、インスタにも。超、めちゃくちゃいい雰囲気ですね。まあ、ダニーロが外入、まあ、中入ったら、やっぱ、匠がね、外回って。あの、まあ、今、オーストラリアだから、日本におら、俺の解説部屋におらんからさ。あの暴動が全くないんやけど、まあできるだけ分かりやすく口で、解説するけど、やっぱね相性って大事ですからね、本当に。あのちょっと鼻水がね、なんかね全然止まんないんだよね。なんか鼻の奥に残るこう硬い鼻水が出る。あんまないんだけど。ナイス匠、さすが。あ、匠じゃない、これ誰だ、これ遠藤か。あー、宮本か。全部匠のナイスプレーにしよう。あー、しんど。いや、花粉あるよな。花粉から逃げてきたはずねんけどな。やっぱ花粉あっちゃった、これ。味がわからん。きつい。
さあ、ジュビロの守備のやり方は。なるほど。ジュビロは普通にツートップ作って新潟のセンターバック2人に当ててくるって感じだね。まあ、オートドックスな442って感じ。あと、まあ、やっぱジュビロはこのジャーメインのスピードがやっぱ怖いよね。うん、まあ、デンがいるんでね。単純なスピード勝負では全然負けないんですけど。徳島失点。まあまだこれから。あと相手が悪すぎる。なんでこのタイミングで清水なんよ。さあきついって、どんな監督でもきついって。こんな制限とは違えんだからよ。去年は制限やったからまだよかったけど、今年清水ってなんだマジで、何のいじめだよ。でも今日はオーストラリア在、ほんとここにサンシャインコースに住んでる友達とこっち仕事してんのよ。10年ぶりぐらいになって、バックパッカーとかちょっと女の子ねんけど、めちゃくちゃかぶれとったな。もともとな、すげえアクティブな子やってんけどな。すごい元気やった。もちょっと味わかるようになってきたよ。前から来ますね。惜しかったけどね、ダニール間で受けて、作品が大外回ってましたね。さあ、アルビのこの守備は、まあ、アルビも2トップ、結構まあ、今、ボランチに対してね、ボランチ行ってますね。宮本、ただ、19番か、星か。星が結構前に出て、まあ、やっぱお互いにこうミラーゲーム的な感じになるんだ、これ、やっぱ守備の時も。やっぱハマっちゃう。どうやっぱね、ずらしてつくっていうか、まあ、遠藤のビルドアップ能力がどこまであるのかよくわかんないな。まあ、遠藤次第とかちょっとあるかもしれないな、これは。サラダドーン置いてあるけど、ちょっと気にせんといて。こっち普通になんか1人分でスーパー行ってもなんか普通に2000円ぐらいかかっちゃうわ、1人分の飯か。まあ今日はでもカンガルー買った、カンガルーの肉買ったんで明日ちょっと焼いて食います。楽しみですね。さあジャーメイン、今ちょっと星が下がり気味ですね。だからこうついてくるね。ってことはボランチの脇結構そう、今金髪だからあれか、長谷川かな、長倉ではないと思うけど、いいとこいますね。ここ届けられると一発で、まあやっぱそこもジュビロは消してくるから、長倉までいいとこにいいんじゃない。あ違う、長倉じゃない、長谷川か。さあ奪われる、ここはナイスカバー。そっか、今俺はデンの母国にいるのが。
わあ、グラスはうまい。外蹴ると見せかけ、いやグラスはうまい。さあここは間を突かれて匠が戻る。まあ、長倉は今日こういう役割だろうな、つぶれ役で、まあ、頑張ってさばいてくれっていう、そういう感じになるな。おいしい、あれが。新潟サブ結構言ってんのがね、なんか結構声聞こえるね。さあ川島のとこプレッシャーかけたい。うん、まあ、川島のプレッシャーかけたら大体蹴るだろう。さあさすがで、イーブンなボールほぼ勝てるな。電話お面白い。さあ斜め入って、ここはダニーロ、匠上がれるか、来い来い匠。あーちょっと中か、ダニーロは外に欲しいはずなんだが。うん、まあ仕方ないです。ダニーロは多分今外回って欲しかったと思うんやけど、まあ左利きやから、そしたら中開くか、中で待つんじゃなくて、まだ待つ。あ、そこまでこの急激にこのね、いけるタイミングでもなかったかなっていう感じ。この 6個、このでかいパン、これ6個入りで280円ぐらいかな。何でもでかい、大人よ。とにかく量が多い。美味しそうですよ。次パンがおこと見てあるけど。間。エンドところはボールが、うん、かせこぼれ球。めっちゃ声聞こえるよね。長倉のポジションが良かったよね、さっきのね。長倉いいとこにいたんじゃない。川島にプレッシャーが大体蹴るだろう。ジャーメイン、うわー、つなぐか。やっぱジャーメインちょっと電がいってほしいな、できれば。あー、入れ替わられてしまった。あー、OK、ナイス。いかにジャーメインを潰すかっていうのは結構キーかもしんないな。匠頑張れ、匠寝かわられちゃった。面白い位置ですね、フリーキック。アルビサバタ500人、すごっ。500人も来るの、すごいな。これは
お、あ、うん、まあまあまあ、まあ互角ですね、うん、両方ともやりたいことはわかるし、まあ七倉のさっきのポジショニングみたいなところ、あそこをいかにね、どん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 使っていくかって結構テーマかもな、今日は。全然ボール持ってる時の逃げ道作り方、うん、これはラッキーな形で、さあコミが上がっていくチャンス、ニアはこれは川島、うん、今のはちょっと相手のミスをついて、ジュビロはまあフロンターレに勝った試合見たけど、あれ以降はどんな感じなんでしょうね、あんまり見てないんですけど、前から行くれ、さあはめた、オッケー、あーこれ取りたい、無理か、これはずく、頑張れ、無理か、うん、ジャーメン厄介だな、雨で競り合いもかなり強いよね、ジャーメンね、うん、総合値高いね、ジャーメンは。ライン高、いやー、ダメだよ、これは、おー、ナイスポジション、ちょっと今のは裏に出されたけど、あれはダメだね、あのもっとプレッシャーかけなきゃダメですね、あれは前の選手が悪い、あります。後ろというよりは前が悪い、それはいいボール出てくるよ、あんだけプレッシャーかかってなかったら、逆に言うとあそこまでプレッシャーかかってないってもっとライス下げなきゃいけないんだけど、お、コミ、ちょっと今の意思疎通がちょっとできなかったな、21分か、うーん、ちょっと怪しいとこちょくちょくあるな、あ、開いた、まあ、デンがやっぱジャーメンについてるときはほぼチャンスになってないけど、やっぱエンドがジャーメンにつかなきゃならば、まあ、ずっとね、エンドが、デンがつけるわけじゃないからね、そこをやっぱりエンドにやったときに、エンドがどこまで頑張れるかっていうのと、まあ、周りがいかに助けられるかってところだったかな、やっぱり。いや、匠使えよ、匠使おうよ、ナイスよ、匠待ってたよ、今いいところで使ってあげよ、ああ無理か、あと森リータは一応左もできるみたいなね、聞きましたからね、相当足速いと、ナイス、匠ナイス、そこからこの先にシュートまでつなげる
いやー広く広く、もうちょっと焦りすぎだよ。お、頑張って長倉、惜しい。いいよ。岩田はまだ今シーズン本部でしょ。ああ、そうなんだ、勝利なしなんや。やっぱジャーメン183ってあれのスピードか、であの技術の高さ、いやそれはいい選手だわ。ああ認めざるを得んな。まあやっぱ出んならまあなんとかなるな。遠藤と上級ピクスいいかもしんないな。ちょっとまあうん、まあまあしゃあない。でも遠藤に信じて遠藤頑張るしかないね。うわー、デンもかわすんかよお前、やべえ。はい、いやジャーメイン相当脅威だな、これめんどくさこいつ。うん、ジャーメン怖いね。じゃあ嫌になっちゃう、フリーキック、ちょい遠いか。松原右足。あ、イボル来た。おナイス。どうまあ、でん。風あんのこれ。ショートか。いいね、頑張れ。まずい、うん、コーナーか。うん、ちょっとパスの質が、まあでもジュビロのはやっぱガチ面ではあるよね多分ね。まあ多分多少はターンオーバーしてんでしょうけど、アルビーの方はやっぱりちょっとサブメンバーって感じですもんね。ガチ 2、まあ、2軍とはちょっと言えんけど。お、うまっ、トラップうまっスローインですか。まあこれで勝つんですよ今日は。うん、これもし勝ったらやっぱチームにとってはいい自信になりますよね。でやっぱりあのチーム全体の競争力も上がるしね。この試合に出たサブ、お、入れ替わった。さすが第2キロ行け。ちょっと中に人がいないな。面白いタイミングやったけどな、ダニーロ。面白いタイミングで入れたな、誰も入ってこなかったけど。
うん、ごちそうさま。美味しかったね。美味しかったし美味しかったわ。あ、まずい。それはまずい。これはまずくないよ。うん、湘南対ベルディは湘南が先生、レイソル対セレッソ1-1。それでかい、それありがとうございます。ライブから聞こえるダゾンと5秒ぐらい差がありますか。ライブか、俺のライブか。ちょっとそこはちょっとごめんなさい。うん、どうしよう、どうすればいいかな。まあちょっとこう一回出るか、うん、でまた、まあ、さリロードとかしたらなんか何とか直らんかな。あとはダゾーンが早いんだったらダゾーンを一回止めて5秒後にまた再生するとかね。ごちそうさまでした。待った、ダニーロ、ダニーロ、え、これか、ダニーロか。明日は仕事日やな。だからずっと家にこもるか。明日は家にこもって、まあちょっとコーヒー飲みに出るぐらいかな。コーヒー飲んでないな最近。コーヒー飲まないと。ダニーロ。ダニーロ。まあどちらかというとこう自分たちがやりたいサッカーを披露できてるって言ったら、岩田の方がややボールを持ちながらサイドを。まあそうだね。まだジュビロの方がまだ優勢だと思うけどね。さっき一応五分五分やったから6対4ぐらいで今ジュビロじゃない。いやいや、多分な。自分たちのスタイルを出せているのか。いやいや、かいや、まあこんなもんじゃないですか、ダニーロは。うん、絡まりにまでまだ入らないと思うけどね。こんなもんだと思うよ。うん、日本今どんな感じ？新潟は天気どう？花粉は飛んでる？ちょっと雨降ってるみたいな話だったけどね。今日こっち晴れとったな。カンカン照りやったな。28度ぐらいあった。暑かった今日。お、うまい。さあいいね。さあ中来い。バカタレ中だろ今のは。クロスだよ。そのために引きつけたんだろう。まあここの辺のやっぱラストのプレーの精度は、まあ、課題ではあるよな。誰が来てもそうだもんな。もうシュートしか狙ってないやん長倉。絶対クロスやろ今の。小野はどうしたのかな。また怪我でもしたのかな。小野出してほしいな。まあ怪我なんやろうな多分。ああ、ちょっとこれは広く使われてる。フリーで入ってくる。4人来た。おお、ダニーロうめえ。今のダイレクトボレーであんなキックすんのすごいね。あれ技術高いね。あ、オッケー。さあグラスターのキックを外に出して、敵陣に侵入できましたと。いいよ匠。あと相手右足に出してあげとったね今。たあの長谷川かな。長谷川と長谷川2人おるからあれだよ。匠と元木か。元木の右足にスローインちゃっとこい。いいね。まあ早川が今日キャプテンってことを考えると、ちょっとまあどっちが先に変わりますかって言われたら、まあやっぱ森コータとか森ね、あのなんだっけ、森と変わりやすいの、森リータと変わりやすい、それはまあ匠やろうからな。匠やっぱ結果出したいな。いいアピールしたいけど。頑張れ。
まあ、全員戦力なのはもう今年も多分変わってないと思うので使い方は多分去年と同じ感じになると思うけどね。さあ今星が1個降りてゼレを作る、匠が中行く、それからダニーロ外にいると。いいね、ダニーロのワンタッチ。ああここはナイスナックルだ。いやディフェンスが良かったですね。まあいい配置で攻撃はできてるとは思うよ。うん、だいぶいいんじゃないですか。ここやっぱ森ね、この星のとこやっぱ空きますよね。今ジュビロのツートップに対して今3枚作ってますんで、星が降りて間込みシュート打つ。うん、惜しい、いい攻撃やった。まあいい攻撃やったな。匠が中走って中が空く、カットインパスシュートか、いいね。まあ匠のおかげやな、これも。匠のおかげや。さすが。今いい攻撃やったな。町田広島、広島先生、おお。あんだけ広島あの先制点をこうななかなかこう。あげたくないと言っていた町田、先制されたらどうなるんだろうね。 J1 ちょっと興味ありますね。ちょっとこれもまた面白そうな展開になりましたね。今までと同じことができなくなるからな。まあ、やることは多分まあ変わらないのかな。ロングスロー普通にバン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 打ち込んで Z プレイ集中に攻めると。やめて。オッケー。うん。ナイス。ここはナイスディフェンス。しかし長倉が追う。早い長倉。素晴らしい。マイボールでした。ナイス長倉。プレー大事。お、どこ行くのお前、匠。お。いいね。展開。さあコミに展開して匠が左まで来た。ああこれはちょっとパスの質が悪い。いい攻撃ではあったけどな、ちょっとコミのパスセンスがちょっとなんかアウトサイドのこのね、ここでズックをこういう回転して、うーん、回転出せればいいけどな。ナイス。さあ右蓋をしました。今ちょっとやっぱダルビーが今いい形でボールを持ててはいる。宮本ちょっと怪しくない、なんかちょっとちょくちょく消えてますよね。結構星はすごくいいとこにいるんじゃない。宮本はあんま降りてないね。まあ星がかなり降りてケアしてるという感じですね。長谷川からの動き、あ、元木ね、かなり動きますね。この家居心地良すぎてさ、ずっと入れるマジで。これはもうどこも行かんでもなんか楽しい感じですわ。それが結局やっぱ一番金使うんで済むよな。結局なんかさ、ドミトリとか泊まるとさ、経験したことある人いるかもしれないけど、4人とか5人、6人部屋 ねえよね。で二段ベッドがこうあって、そこに今他のやつがさ、結局同じ場所にいるわけですよ。そう、そうなったらさ、やっぱりさ、あのちょっとやっぱ気使うしな。で、まあ宿に別に行ってもいいんだけど、ちょっとやっぱ外出たくなるよな。そしたら結局、コーヒー飲んだり飯行ったりとかすると、まあオージーだとやっぱ結構高いから、2000円、まあ最低でも1000円ぐらいかかるし、2000円使うとしたら、結局3000円のドミトリだとして一泊今ここ6000円なんだけど、もうほぼあんま変わらないって感じやからな。うん、
で考えたらやっぱまあ他のやつらもいると怪我を気使うとなるとストレスが少なくて居心地がいいねこっちにありますね。まあドミトリドミトリの良さがあるんだけどね。いやもう おとついまで追ったドミトリ、昨日の昼チェックアウトしたドミトリがねパリピのパリピでしたねマジで。なんか今イースターと重なっとって、なんかそのキリスト教の復活祭ですよね、キリストの復活祭と重なってて結構やっぱこうお祭りムードではあるんやけど、夜中の1時までなんか EDM バンバンで上でパーティーしてるの、ボンボンボンめっちゃ跳ね、もうひどかったね、うるせえわうるせえわ、んでなんかあみんな半裸で歩いとるし、俺の部屋で同部屋でセックスするやつもいたいて、いやマジやめてって思って、そういやわかるよ、あのたまにねちょっと見たいなと思った、あの外人のセックスどうなるかちょっと興味あるじゃん、いや見たいんだよね、であのただね俺ちょっと見れなかったんですよ、あの深夜3時だったらしくて、で俺あの目隠しあのアイマスクして耳栓して寝とってん、全熟睡しとったから全くピクリとも動かん、あーやっぱジャーメンめんどくせえな、起きてあの寝てたんだけど、俺のベッドの下のアルゼンチン人がお前なんで起きとらんかったのみたいな、うん、お前知っとる昨日3時ぐらいにあの隣のベッドの男が女連れ込んでセックスしとってんぞみたいな言っててあマジでみたいな感じで言ってて、いや俺3時に帰ってきたんやけど全然眠れんか、あ3時ぐらいに帰ってね、全然眠れんかったみたいな言っとってさ、マジでみたいな、でそいつはもうなんか即刻退去させられてましたねそう罰で退去されてましたけど、クロスめんどくさいボール来た、あぶねー、大ピンチだった、いやジャーメインだる、ジャーメインしんどいわ、ジャーメインめんどくさいな、いいボールだったな、あジャーメインの前か、なんか松原かこれ、これはバックリと来たかったね、うわ小島のパスで まあそら同部屋でドミトリでセックスするのはやばいなと思うけど、ちょっと見たかった覚えもあったら、何ファックしてんの、どんな感じなんやろうと思った、フランス人とその相手がフランス人で、フランス人と誰がファックしとったのかちょっと気になるしでもなんか今日友達と遊んでて、友達に聞いたら、そう日本人ねんけど10年ぶりに会ったけどさ、その子に聞いたら、いや結構ねちょくちょくあるんだよね、オーストラリアのドミトリーではちょくちょくあるよみたいな言ってて、マジかやっぱみんななんかこの陽気らしいからそういうこと起こるらしい、信じられんけど、そこに来る女も女やけどな、そういう性癖持ってんのかな、やばくやったらドミトリーだせ、男他に3人同部屋にいんだよ普通こんくない、わかるでしょそんなのね、すごいな、全く試合の関係ない話を 3、4 分しとったらごめんっていう話をしとったら、去年制限の試合でさ、もう制限クソ弱すぎて、なんか好きな AV 女優選手権しようみたいな感じで言ってたら、気づいたら100人ぐらいいなくなってて、配信から600人ぐらいおった配信が気づいたら500人になってましたね、あれすいませんって感じでした今日ここに来てる皆さんはどうか知りませんが、今のうちに謝ってすいませんでした。さあ今43分6秒43分8秒9秒10秒43分11秒、まああとまあアリシャ多分2分もないと思うな、1分くらいかな、なのでまあ45、46、あと3分くらい、まあ互角ですね、ちょジャーメインがいる分ちょっとや劣勢かなぐらいかな、うん、あー蓋でいったプレオン、うわーだるい、プレオン流すな、 J リーグの、あーまずい、やばい、頑張れー、おーふう、イエローカードか、これはまずかったな、
組も懸命に戻ったんだが、ちょっとロストの仕方が良くなかったな。真ん中でダニーロかなんかが引っかかったよな。真ん中に 4,5 人集まっとったよね、なんかの時。確かなんかダニーロ中入ってきて、コミも中入ってきて、んで長倉、長谷川もっと聞いてみたいな、4人中来ちゃったから、ちょっとここは最低3人でいいや、多くても3人まで。長倉強い。さあ展開、あーパス合わねえかこれ。あーまあ微妙いな、ちょっとどうだろうな、頑張ってほしいな。ダニーロはちょっと自由に動きすぎるみたいなとこあんのかな、やっぱ。おお、断点強い。さあ44分、まああと1分ぐらいだろうな。結構危ないシーンも2回ぐらいあったけど、よく耐えましたね。まあでも星が降りてからはだいぶいい感じに、ビーッ、よかった、247人が減ってないっぽいです。マニー、それ、なんそれ、何の話？それ参加してた？ああ、その100人いなくなった伝説の配信ね。あの時は大変失礼しました。クロス、フリー、うーたくねえ。むせた。たくみ来たと思ったけど、むせたわ。いいボールやった、コミ。くそ。惜しい。触ったろ。触ってるよな。じゃあ、たくみ決めてるだろ。ダメか。あのタイミングで触ってなかったら、そら、匠は決めるぜ。いやー、惜しい。46分か。まあ、そうですね、まあ、悪くないんじゃないですかね。でも、悪くないけど、やっぱり、こう、良くもないという感じですかね。まあ、レイソル戦よりは、まあ、前半だいぶ、まあ、でも、レイソルあれ、やばかったからね。あの守備は誰でもきついから、軽くそうなまとめると、まあ、五分五分、ほんまに五分五分で、お互いにこの構造は一緒ですよね。4-2-3-1 ベースで、そこから守備時2トップ気味にする、1トップトップ下とトップをこうね、2トップにしてみたいなやり方ですよね。でそうなるとやっぱハマるからね、どこも開かないんですけど、でやっぱジャーメインがいる分、まあジュビロが強いなっていう感じでしたかね。まあジャーメインはデンに対してはかなり苦戦、あのまあデンはかなりやられてる感じ。まあ、デンもやっぱ1回かわされてた時あったけど、遠藤のところに行く時は大体、まあ、ほぼ五分五分で勝ってんじゃない？で、センターファードが五分五分で勝てると、それはまあ、周りはもうどん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 前出てくるからね。攻撃加速するから、あの、後手後手になってしまうんで、アルビは。で、それで結構苦戦したかなっていう感じでしょうかね。あとは、そうね、まあ、新潟に関して言うと、まあ、守備はまあお互いにこの前からはめていくんで悪くないということですけど、攻撃ね、攻撃、まああの星がちょっと1個降りて、ボランチからこう片方降りて3バックして、あのまあジュビロが2トップで、2トップなんだけど、まあ新潟が3枚になるから、こんな感じでこう星がここら辺にいるからね、ちょっとねいい感じにこの2枚がこうはまりづらくなると。ジュビロはここに対してどうはめるかっていうのはあんまりここなってなかったんだけど、うん、まあそこでこのジュビロが、はめられないところでこう運ぶっていう感じはできてたと思うので、まあそこはすごく良かったんじゃないかなと、はい、思いました。であとはそっからだよね、問題はね、さっきのダニーロが持った時の話とか、まあ、ダニーロは結構自由に仕掛けるけど、まあ、別にもうちょっと周り使えとか全く思わんし、ダニーロは別にダニーロは好きなことやればいい、あの自分の強さを出して、周りをどんどん使いつつ、まあそれを今日期待されているわけですから、ダニーロがだからダニーロじゃなくなったけね、あの全然この仕掛けなくなったらダニエルじゃないから、もう全然ダニエルは好きなことやればいいと思う。だけどそこにやっぱちょっと周りが合わないっていうか、まあコミが中入ってき、コミまで中入ってきちゃうとやっぱ左サイドにこう逃げ道がなくなっちゃうから、ジブロとしても守りやすいやろうしね、まあところどころでこう長倉がスピードだったりフィジカル生かしてこう起点作ったりとかしてますけど、
まあ惜しいなっていう感じで、まあ、シュートはね別に打ててないわけじゃないと思うし、惜しいシーンはゼロじゃないから、あとはそこの最後のこの長倉のクロスのとこだったりとか、そこが合うかってとこなんでしょうね。まあそんぐらいかな。今んとまあこんなもんやと思うな、このメンバーやったらな。こんなもんやと思うよ。はい。あとはそうね、高い城見ますか。高い城は そうね、高い城今日は J3 がないのか、 J2 と J1 だけか。広島町田0-1で、まあ、ほぼハーフタイムと、はい、こうですね。で湘南ヴェルディは1-0で湘南リードでハーフタイム、レイソルセレッソ1-1ですね。それ以外は全部0-0でハーフタイム。サガン鳥栖対神戸、マリノス、神奈川ダービーか、マリノス川崎フロンターレ、札幌名古屋、 F と浦和レッズ、まあハーフタイムまだ FC 東京浦和レッズと札幌名古屋はまだ20分か。なるほど、 OK。 だから7時半キックオフなのか。そこは札幌の7時半って結構寒ないけ。J2、 岡山0-3でハーフタイム、横浜 FC に0、あ負けてんの。フリエが3-0でリード、意外だって岡山だって今シーズンまだ2失点しかしなくなかったっけ。それが前半だけで 3-0 か。秋田水戸は水戸が1点リードでハーフタイム、いわき藤枝はいわきが 1-0 でリードでハーフタイム、仙台愛媛は 1-0 で仙台が、だから J2 めっちゃ動いてる、 J1 全然動いてないのに群馬大分は大分が 1-0 でハーフタイムリード、エスパルス徳島はエスパルスが1点リードでハーフタイム。これは誰が決めたのかな、エスパルス徳島、ルーカスブラガが6分、ルーカスブラガ OK。 長崎山形は長崎 1-0 でリード、鹿児島甲府スコアレス、レノファ熊本スコアレス、千葉栃木、千葉 3-0 でハーフタイム、おお、千葉が 3-0 でリードしてハーフタイムと。栃木は厳しいか、千葉は小森1点、鈴木大輔1点、椿1点、なるほど、小森は取るね、本当に本当素晴らしい選手ですね、小森くんはね。まあ栃木も頑張ってるよね、もう3勝してんでしょ、すごいよね、もうすでに3勝してんの、すげえな。まあ群馬徳島はちょっとやっぱまだまだ苦境が続くかなって感じかないや徳島清水はきついよなここで清水はしんどいて。こんばんは、長崎のカマビンガみたいなやつになる。なんかカマビンガ誰だっけ、あいつだ、なんか7番いたよな、7番か6番の選手でしょ、あ違う、右のウィングだ、あいつすごいよな、めっちゃいい選手なんだよな。オーストラリア、ありがとうございます高橋さん、ありがとうございます、オーストラリア、ありがとうございます、多長楽しいっす。いや、高橋さんもいろいろ言ってんでしょね、行かれてると聞いてますのでうんあとはまあ、まあそうね、まあ五分五分だね、他はまあジュビロ ARB も五分五分で、ま、言っていいと思いますけどね。はい、日本は8時ね、8時、こっちはまだまだ7、もうこっちがもう9時か、こっちの方がまだ早いから1時間早いんで、こっち時間でさ、昨日上げた動画見てくれ、ぜひ、あの新井直人の衝撃って言ったタイトルのやつ、ぜひご覧ください。いい、結構いい動画作れたと思ってます。札幌の特集もしましたしね。さあ、それでは前半のハイライト。前半ハイライト、まあ多分ジュビロの決定心的なシーンが多いんだろうな。結構ジュビロはロングボールから結構起点作ってましたもんね。あとクロス。ジャメに当てるのが一番なんか効果的な感じはしてましたね。
みんなやつか。まあ、やっぱここでクロス上げたいな、できればな。2人入ってんだからな。まあ、クロスやっぱ切られてるところもあるかもしれないけどな。ニア打ってくれと。川島ならニアを止めるだろうと。いや、元木のパスのこの長倉のやつはマジでシュート意味わからんわ。これは絶対クロス上げれる。まあ、でもダニーロがボール持った時、匠は結構動き出してるんですよね。いい関係ではあると思うけどね。ダニーロと匠は結構いい関係ではある気はするけどな、うん、まあもちろん藤原の方がやっぱ匠よりは上手いんだろうけど。うん、コミのやつ惜しかったな。長谷川元樹とあの長倉が同じ金髪なんでちょっと分からないですよねこれ。パッと見分からんからね。これ危なかったな。長倉はちょい茶髪ぐらいか。これ一番危なかったやつだ。うん、やっぱジャーメインに対して どっちが行くのかっていうね、遠藤なのかデンなのかという、ちょっとここをやっぱり遠藤怪しいな。やっぱ見てるとちょっとやっぱ遠藤の怪しさがちょっと目立っちゃうな、うん、俺の中でちょっとやっぱ遠藤ちょっときついな。これだって早川真ん中の方がいいけどな。早川真ん中センターバックできるし、まあでもそしたらジャーメイン狙われちゃうのかな。ジャーメイン選手だな。このサブが今日はマイケルいるか。あ、じゃあマイケル、うん、マイケル入れるだけだいぶ変わりそうな気はするけどね。ちょっと遠藤は本当、あの、まあ、どうなるかな。また、なんか松橋さんだったら遠藤をもう信じて、もうちょっと使う可能性もあるけど、まあ、マイケルを遠藤に変えて入れるだけで、多分だいぶ試合は支配できるようになるとは思う。うん、けど、まあ松橋さんだったら遠藤を信じそうだな、うん、後半の最初の交代、それちょっとポイントでしょうね。俺だったらもう変えちゃうんだけど、まあ、俺みたいに何のこの情もないやつじゃないので、松橋さんも本当にそこら辺は信じてるんで、選手まあ信じるだろうな。多分遠藤継続なんじゃないか。まあちょっとそこちょっとね、ぜひちょっとみんなも注意してみて、みんなはどこ変えたらいいと思う。まあ別に変える必要がないんだら変える必要なくても全然いいと思うけど、もし何かちょっと教えてください。ちょっとじゃあ今からコメントで教えてほしいです。俺はだ台本を書きますんで台本書いたらまた会おう。ラスト、うん、ジャメンうざいよな。
ゃめめんどくさい。ああ、腰痛っ。ジャーメンはやっぱなんだかんだ左利きっていうのちょっとやっぱなかなかきついかもね。難しいよね。さあぼちぼち後半結構ですが、やべ、で台本できて、まあいいわ。お、マテウスペイショットが来た。藤川に変えて、まあトップ下か。新潟は まあほぼやっぱりがっつりガチやな。ジュビロ結構ガチメンバーやな。まあ新潟の方がやっぱだいぶメンバーは落としてつがあれやけどね。さあ後半ぼちぼち結構です。ピー、はい、後半キックオフです。やめてよ。はい、こな。やべ、おお、あぶれ。よかった、匠おってよかった。宮本と星野コンビどうですか。どうだろうな。まあ星が降りてるのはすごくいいと思うし、まあ、宮本は真ん中で待ってて、まあ、そこはかなり消してきてますよね、ジュビロもね。まあ別にどう、まあ、悪くはないんだけどね、あんなもんだと思うけどな、この2人だと。まあ、本当は宮本ってもっと前で飛び出しのセンスがすごく高い選手なんで、プレーさせてあげたいけどね。浦和先生、はい、力蔵が後半スタートから選手交代のするわけが。やめて。おお、あぶねえ。上原、
右で太田、太田ね。お、札幌先生、ほい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 。右で太田ね。ありだな。まあダニ、いやダニールを信じるだろう。松田さんだったら絶対。まあ遠藤は変えないだろうな。そりゃそうだよな。遠藤をまあ、まあさっきも言ったけど遠藤を変えるだけでだいぶ安定はするけどね。ナイス。まあ信じますよね。それはね、松田さんだから。ペイショット。邪魔すんじゃねえ。さあボランチの片方が上がってきているということは、多いパス。さすが小島のパス。まあ、長谷川がもうちょっとボール触りたいね。ライン間で。さあ匠が上がっていく。風強い。やっぱ堀星おりますね。3枚作ってるの。うまい。ダニーロ、さすが。さあ匠ゴー。中もう来た来た来た。ういいい攻撃だったよ。いい攻撃だった。遅れて入ってきたな、長倉。ダニーロうまかったよ。いい関係だな。いやこの2人は相性いいと思うけどな、俺は。いいね。いいよ。いいよ。こうやって腕組んで、おっさんみたいな。いいよ、いいよ。今、いい攻撃やったな。メインだるい。おお、いいね。間ちょっと確かにダゾーンがなんか実況遅れてるか、映像と実況がちょっとなんか映像が確かに3秒ぐらい遅れてる気がする。近い方が見てくれています。ちょっとハゲの薬飲む。やっぱ星が降りてることによって、まあ、ジュビロはあんまりハイプレスかけられなくなりましたよね。ブロックになりましたね。こうなるとアルビアはやりやすいと思うけどね。ここに対して逆にそうね、ジュビロがハイプレス来るのかブロック組むのか感じやな。まあ、ブロック組んでもすまん、ちょっとくるくるしてた。我々先進国ではあるんやけど、先進国ではあるんやけど、まあ韓国はすごかったな。韓国めっちゃネットが良かったな。あとタイ韓国はすごいネット良かったんだけど、ちょっとオーストラリアあんまネットがよろしくないのでね。
今日岩田がアルビに負けると居残り早くね、こんなんで J1 だぞ、 J2 じゃねえんだから。まずい、ドンピシャなタイミングだ。あー、よくクリアした。まだある。おい、もう一回か。うん、いいボール上げてきますね。しょうがない、ルーキーやん。こんなんで居残りすんの、頑張っとるやん選手たち。何、負けてるからってことか。まあ分かるけどな気持ち。さあコーナーキックです。ジュビロ54分31秒32秒54分33秒34秒ショートコーナー、またか。こんなすぐに居残りすんの早すぎん。迫力ある。またか、早く切りたいな、これ耐えどころや。頑張れ。ナイス。あ、ダニエルさん。あ、ない。うわ、気が早い。ナイスダニー。B イエローカード。ない。カードなし。はい、了解。ナイスダニーロ、ファールもらってくれた。ダニーロよかったな。ナイス。まあ星はやっぱ降りる形は継続ですな。あと長谷川元気もうちょっとボール触りたいな、できればな。ちょっとボランチやっぱまだ捕まってるからな。バスさあ上がっていく長谷早川、この間、おお、長谷川元樹のなんかおしゃれなターンやったけど、うん、長倉がいいとこにいるよ。さあこれは蹴る、ここ弾かれるか。うん、ナイス、フリー出せ、無理か。いや長倉今痛みがあったけどね。匠ちょっとスローダウン、もう最後進出通った。さあ、ナイスタクミ。右に2人いる。いいね、ゆっくり。ここやっぱ開くね。ジュビロはやっぱ連動してプレスかけられてないですね。3枚の時にどうしましょうみたいな、あんま決まってないのかな。お、宮本展開。さあカットインシュートやろう。読まれとった。
お、あー、うん、まあ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 続けましょう。広島2点目、おお強いですな。福岡鹿島は福岡が先制と。なるほど、ルキアン、うん、違う、湘南がルキアン。さあここはセカンドボール小見が回収。ゲップ。まあボールを保持することによって、あーパス出ないか。今長倉結構何度かいい動きはしてるんですけどね、ちょっとパスが出てこないなってなると、でお、匠いいね、いいとこ勝負しろ、勝負しろ、絶対こう勝負した方がいい。お前は勝負してなんぼや、なんぼや、そうや、それでいい。ミスってもいいから やろう。そしたら相手下がるから絶対そこ勝負しなきゃダメ。匠は どんだけあれで正義が助けられたことか、匠のアップダウンで。おお、一発落として左展開できるか。さあ来た、ナイパス、コミのシュート。川島か、この試合最大のチャンス。あー、ナイスキーパー宮本、よく取った。このパスが面白かったね、ナイスキー。うーん、惜しかったですね。さあコーナー、うん、ゴールキックか。長倉のパス、長倉が飛び出した時にパスちょっとどんどん出してあげてほしいな。で、あともう やめちゃうからな、出そう、出なかったら。うん。後半はアルビペースなんじゃないの、多分これ。うん。ジュビロが3枚星が作った時になんでこんなに困ってんのかはよくわからんけど、まあなんか知らんけどなんかうまくいっとるからいいね。さあ匠来た、カモン、いいボール来い、4人5人、なんやそのクロス。ニアで引っかかるか。もうちょいクロス上げてほしかったな。めちゃくちゃドニアで引っかかったな今。
っちゃチャンスある匠シュート、うお川島匠決めてくれ、惜しい、匠惜しいよ。そうだ、もうここはもう打ってもいいぐらいではあるよな、確かに。いや惜しい、ナイスシュー、惜しい、くそー、今揺さぶれているな、めっちゃ今流れ来てんだけどな。さあ3度目のチャンスなるか。うん、なんか風でなんかボールがちょっとずれてない、なんか今ジュビロが向かい風なのかな。ジャーメンにも全然ボール入らなくなっちゃったし、だからちょっとボールがなんか流れるな。まあ、442はね、やっぱどうしてもね、3枚目、その3バック作られた時の3枚目、ちゃんとどこ行くかちゃんとやってないと、こういうゴテゴテになっちゃうよね、どうしてもね。レオゴメス、フルカ、あ、もう積極的に来ますね。まだ新潟交代ないけどね。さあ、フルカが来るから、匠の相手がフルカになると。ここは新潟じゃない。ジュビロが回収。長谷川。ああ、匠じゃない方。元木。元木がすぐ出せないわ、名前まだ。う。ああ、なんかごっつんこした。大丈夫。なんかすね当ての下ぐらいにこう。ジャメにイエローです。ジャメ後半全然ボール触れないですね。広島の2点3つダメ、3つダメっていう、2点目が3つだ、OK、匠惜しかったな、新潟から岩田車で行ってさ、マジ静岡の下やぜ、結構遠ない、遠いよね、頑張るね。あーちょっとなんか早川が痛そう、大丈夫か。広島2点目か、今広島強いからな。え、ガンバとの試合見た？めっちゃ面白かったよ。ぜひ見てほしいな。昨日の動画ではそれに関しても語ったから。なんか早川がダメそうだな。大丈夫か？大丈夫か、当たった、大丈夫な感じかな。いや、なんか痛そうではあるけど。今いい流れ来てるからな、点取りたい。デンさん、あーこう話しちゃうよね。まあそうだよね、やっぱそうね、アラビア2センターバックやっぱかなりゾーン的に守るからね、降りてったら選手結構離すんですよね。ボランチがいけないんだったら結構前向かれちゃうんだよね。あ、やべ、おお、
まあでも結構サイドを幅使ってますよね、新潟は後半から。かなりこのサイド、前半は結構真ん中真ん中みたいな感じではあったけど、後半かなりサイド幅使って、小見もダニールもあんまり中入ってこず、こうね、外にいて。で、真ん中はもう、あの長谷川、元木と、うまく、あーっと、やめてくれー、まだあるぞ。落ち着け。オッケー。何があった今。変なロストしたか。何がおった。むやみに中入ってきてないよね、ダニーロもコミも。うん、長倉はやっぱいい動きしてんだけどな、裏。ここ出してあげてほしいな、一発。ちょっと、あの、通らんくてもいいから出してあげれば、もしかしたらまだ続けてくれるかもしんないけど。うまい。ペナルティーだ、侵入しろ、OK。おー、ハンド。ハンドアピールしている。どうだ、ない。一応聞いてるな。一応聞いてるくさいな。ないか。うん。うん、頑張れ。お、あ、もうさっきのシュート川島が止めやがるからその日に思い立って夫婦でトスへ行ったと思う。トス？えぐいな。トスはえぐいて。72分だけどまだ交代なしですね。まあ、この辺もやっぱ松橋さんっぽいな。レーソルっぽい、レーソル戦っぽいもんな。なんかやっぱまだ交代遅いな、この感じは。やっぱなまだ交代してないし、まあ、太田あたりは全然ね。あと奥村でもまあちょっと無理かな。元木いいし、太田あたり全然出てもおかしくないけどね。太田、そうね、谷口もあるな、この感じだったら。 PK 見てなかった。何があった。ハンド、ハンド見てなかった。あと確認。あー、なんやそれなんだろう、これはしょうもないハンドやったな、これなんじゃそりゃ。ありそう、 PK。 これはなんかありそうだね。普通に PK でしょ、これだって。やった。普通に当たってんでしょ。
やったわ。しょうもな。なんやそれ。二人いたけどな。なんだよ。こんなでピケ取られんのかよ。しょうもねえ。いやーひどい。頑張れ小島。止めてくれ。ジャーメイン対小島。ああ逆だ。やれた。いやーこれ落とすと全然タイトルとか取れるイメージ全く分かんな。まあシーズン後半にかけて良くなってくるチームであるとはいえ、いやーなんだよ、なんかナエポヨピーナッツだわおい。エンドやられた。さあ75分今30秒ビゲられました。ジュビロ後半ほぼチャンスなかったけどな。ラックただのラッキーやなこれは。さあ動かなきゃならなくなったな。まあこうなるとまあ谷口とか出てくるんやろうな。まあジャーメインこれをちょっと押しとるけど、まあこれはあんまり影響はないだろうしな。普通に落下してミスったとかそんな感じじゃない。お面白い。3人ああ、元木も変えちゃうのか。奥村ジンク。奥村、谷口、太田来るか。OK。さあ、もうさすがにこれ動かなくなっ、もう動かざるを得なくなっちゃったね。宮残しか。奥村楽しみ。奥村はまあパズガンバトキと同じタイプ。おっコミいけ。マイナス。ファー、来た。いやーよく見てたけどな、たくみ正面だったか、惜しい、いい攻撃やった。よーくファー見てたね。惜しい。は？何？なんであんなことなってんの？何が起こった今？なんであんなことなってた？何があったの？あー痛いわこれは。競り合いか？早島のキック。ああ、競り合い、なんじゃこのシンプルな攻撃でやられちゃったな。はあ、ダメだわ。2点は厳いだろう。いけるかな。いや、厳いな。まあ頑張ろう。いや厳しいこれは。
先制点取られるまでは全然良かったんやけどね。まあ急増メンバーだとこうなっちゃうよね。ガタガタってなっちゃうか。いやーこれ厳しい。まあマイケルに変え、うーん、そうね、ケイタさん言ってた通り、まあここマイケルに、まあ別にマイケルに変えても起こったこと、同じこと起こった可能性は全然あるけどね、結果論なんであれですけど、まあマイケルに変えたらよかったかなと思ったけど、まあでも遠藤を信じた結果がこれだからね、まあしゃあないよね。うん、やっちゃったな。これは大チャンスだな、ジュビロ磐田。2点取りたい。せめて引き分けに持ち込みたいな。あと10、相性がいいって15分ぐらいか。よいしょ。小耳がなんか右やってんのかな。小耳右、太田左か。落ち着いてこの真ん中真ん中ならないことですね。ちゃんとそうサイド広げて粘り強くやるしかないですね。まだ匠がいる。さあ中川光成、匠左足ちょっと伸びちゃう、うん、さて、秋山、マイケル、森が残ってると、奥村、もうちょっとボールどんな感じ、あ、星に変わって秋山来る。8-0 で勝ってる。嘘やろ、マジマジで。栃木やったかいで、えぐいな、無慈悲やな。8-0 嘘でしょ。ちょっと後で見よう。もう嘘言わんか、別にこんな冗談してもな。いいね、匠かも。いやー、なんか全然な、先制点取られるまで、先制点の上げ方がなんか情けなすぎた。ちょっと意味わかんなかった。まああれもな、遠藤を使うとああいうこと起こる。それは成長だからな、選手の。ああいうこともあるやろうけど。中入った。ピーッ。ブラボー。ナイス、崎山。さあ、何か起こせ。誰か何か起こせ。誰が開けるんだろう、これ。さすが秋山。キッカーは？コミも蹴れるんじゃなかったっけ？ああ、でもコミはコナンか。え、ジュビロ17本も、あ、前半打ってたからかな。前半宮本と秋山がいる。ボールサイド頑張れ。川崎マルシーノ退場。ここの書き込みは今日はジュビサポ。そうですよ。
ない。10打たれとったらそれは確かに、まあ、2点は入ってもおかしくないか。いい。うまい。いやーポスト当たり、まだある。ぶち込め。ぶち込め。ズドン。ああ、うわあれポスト当たる。くそ。いいフィーリングだったんじゃない？いや。これ決まってるな。くそ。惜しい。頑張れ。徳島どうなってるの？徳島そういえば。福島はどうなってますか。これまたクリニックって言われるわ。確かにそう言われてもおかしくないような。確かにこれクリニックよ。また変異したと思ってたんだが、まあ、別にこのターンオーバーしたという選択は全然間違ってないと思うし、信じてるものがあるんだったらそれやってればいいんですけど、まあシンプルに選手がミスった、まあ主にエンドですけど、あとはコミが入ったことによって匠があんまりダニーロほどはの時ほどは生きないことはちょっとまあ感じるけど、まあ頑張ってはいるけど、ね、コミ頑張れ。まあ、サッカーって怖いな。やっぱ1個のミスでああいうことをこういう展開になっちゃうというね。厳しいね。まさしちょっと悔しい。まあでもこれ別にまさしさん悪くはないけどな。別にそんな悪い。これでまさしさん攻められるのはちょっとなんかかわいそうな気はするけどな。これ最近すげえ思うんだけどさ、監督の責任領域すごい考えるんですけど。お、あー奥村が捕まっちゃう。頑張れ、逆見ろ。監督ってじゃあどこまで、もちろん現場で総責任者は監督なんですけど、それは間違いないんですけど、さあ入ってくんなゴミ。外いろって。あ、ゴミじゃねえ、太田か。ファール。難しいよね。枠内シュート10もあったか、ジュビロ。全然そんな感じせんけどな。まあでも10打たれたらさすがに2は決まるわな。3決まってもおかしくないぐらい。やばい、ナイス。早くはナイス。89分。
固まらないほど欲しい。そう、もっと広く使ってあげないときつい。お、徳島 PK 獲得。お、お、お、これはこれは頑張れ。誰が、あと誰が打つか。名古屋も同点をついた。マスで1点返した。うん、頑張れ頑張れ、みんな。モンストじゃねえんだよ。徳島頑張れ。古川ナイス。さあ2人対応。おお、ナイス匠。惜しいけど、あーやめて、俺の匠を壊さないでくれ、やめて。なんか変な倒れ方したかな。あ、何しとるんこれ。着地がなんか、ちょっと匠の着地が下手すぎたな、ちょっとこれは。匠を壊さないでくれって言ったけど、匠が自分で匠の体壊してんだけど。お、ベルディ逆転、すごい。すごいね。ついにか。ついに初勝利あるか。徳島の PK はどうなった？この最終盤で PK だったじゃん。すごいな。左に逃げたいな。ナイス。あー、これはレッドカードだろ。マジ足裏危ねえよ。デン被害者でしょこれ。ごっつんこした。イエロー出てもおかしくない。最低でもイエローじゃない。あるだろお前、ないよつとかめっちゃあるやろ。デンがなんかめっちゃ痛いでしょこんなの。蹴っとるやん。デンナイス。まあレッドは厳しいけどイエローはあるな。あー、くっそ無理か。イエローも出ない、マジで。棚橋が PK 決めて1対1。おー、すごい。すごいね。よく追いつきましたねこの最終盤で。清水相手に引き上げれるのはすごいね。さあ残り4分ぐらい、4分もない、3分ちょい。今ちょうど93分になりました。ジュビロが5バックにもなってないか。かなり引いてる感じですね。川島、FC トークも逆転。94分9秒、10秒、94分11秒、12秒。
タクミ。ホッシーじゃないとか走ったけど。まあこの時間内で時間だとやっぱクロスになるよね。早川。ああ狙われてるわ。足元すぎる狙いが。いや終わっちゃう、やばい、終わる。ああ負けか、もう引き分けもないなこれ。うーん、そう男を見せろ、あれに言い方ブルーのジョゼ、ブルーのホセってことやろ。 JOSE でしょ。クリニック再開ですか。了解です。新潟クリニック再開ということですね。承知しました。おーデン匠削んじゃねえぞこれお前マジトーンで怒っちゃったわ。マジトーン怖いやろ。俺のガチとマジ怖いと思う多分普通に声低いし、顔もちょっと怖いからな俺。なんかやっぱなんか変嫌な。ああ終わっちゃうぞ。終わりや、終わった。ああ配信は終了です。これはテペ取れんな。あでもまあ今日は選手の責任かだろうな。監督の責任ではないけどな俺的には。なまあちょっとこの感じだとまあてっぺんは無理だな。でもまあそうな、今日はメンバーがなちょっとやっぱだいぶな落としたってなるから。たくみ悔しがってる。たくみ悔しがうわ分かる気持ち。大チャンスやったけどなこの試合をアピールので、こんな感じになっちゃう。まあでもたくみよかったけどね、すっごいよかったけどね俺的に。悔しがってたな。この飢餓感が大事なんだよな。くそ負けたか。力蔵さん、いや力蔵さんの今日の交代のタイミングはまあ俺は理解できるけどな。力蔵さんだったらああなるでしょ。だって10オーバーしてこの新しい選手たちを信じるっていう意味で送り出して 0-0 で今いい感じに来てたんでしょ。でサブにいるメンバーはまあ普通のこう、まあ、レギュラーというかその主力なわけじゃん。まあ奥村と森は別として。うん、休ませてる、まあ、高木とかも休ませてるわけですからね。ってなったら、まあ、こういう、まあ、交代流れになるのは俺は理解できるし、そこは何も間違ってないと思うし、まあ、結果だけ見てたらわからないところもたくさん俺はあると思うから、俺は別にそこは問題ないかなと思う。まあ大事だったのはやっぱ、まあ、やっぱ運命負けたのは PK だろうな。あれがやっぱ全てやっぱ流れを悪くしたというか、うん、あれただあの前まではすげえ良かったもんね。あれでやっぱちょっとまあ普段こうなかなか公式戦に出てない選手たちだとちょっとかなり来るよね、ああいう状況だとね。まあ遠藤がちょっとやらかしたなっていう感じですかね。まあ2点目もやっぱ遠藤の競り負けからスタートしてるけど、まあ遠藤競り勝ってちょっとあれだけどな。まあそうな、まあ、結構簡単にやられちゃったもんな。普通にロングボール蹴って競り合いに負けてでスピード抜け出されてみたいな、中学校とか高校でよく見るような失点だから。悔しいわ。残留争いの可能性もあるのに降格本命相手にターンオーバー。いやターンオーバーは別に問題ではない。
そんな大した問題ではないんだけど、まあそこで結果が出るかどうかはやっぱり選手次第であると思う。今日は別に俺監督を責める気にはならんな。もうせ、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 あの総責任者監督だよ、監督なんだけど、俺は信じるのはいいけど、信じない盲目はまあな、そう言われちゃうよなこの結果だとな。でも逆にこれ結果出たら本橋監督すごいって言うんでしょ。どうだったら、結果論じゃない、それこそ結果論になっちゃう気がするけどね。だから俺結果論嫌いなんだけど、まあ結果論とか結果至上主義が嫌いなんですけど、やっぱまあいろんなものがやっぱ哲学というか信念があって、そこになんかボールをこう足で蹴る競技が乗っかってるだけなので、サッカーは本当に人間的なスポーツだから、俺は別に今回のまあ悔しいし敗戦は嫌なんだけど、別に松橋監督を全く責めようとは思わない。なんなら別にいつも通り松橋監督、素晴らしい松橋監督だったなって思うけど、まあもちろん負けたのは悔しいっていう感じですかね。難しいな、これはちょっと俺説明がちょっと難しいけど、なんか言いたいこと分かりますか。じゃ例えばこれで負けて、じゃあこの選手たちもう使わないんですかってなるかと言ったらならないし、それそうしたらもうみんなだって正志監督嫌いになるでしょ。そういうチームじゃないからな。わかる、言いたいこと。なんか俺はあえてこの一敗はあえただの一敗と言いたいかな。だっていつもいるメンバーじゃ、これがいつもいるメンバーだったって話変わってくるよ。いつものあのレギュラーメンバーというかその主力だったら話変わってくるんだけど、もっと動けよって思うし、もっとやんなきゃいけないこといっぱいあるだろうって思うんだけど、そうではないから、だから選手たちを信じるっていう哲学は貫いての負けなので、そこはやっぱ見てあげるべきかなとは思うけどな俺は。まあ俺が言いたいことはそれだけかな。だからまあみんながそうだな、どう思うかってことだけど、俺はあえてただの一敗だと言いたいかな。全員戦力だよ。だって去年それで全員戦力になったやん結局。まあもちろん出てない選手いるでしょ、あの出れなかった選手もいるよもちろん。でもそりゃそうだよ、サッカーなんだもん競争だから出れないんだけど、でもほぼ全員頑張っとったやんか去年。そこを俺たちは素晴らしいなって言ってたじゃん。だったら今回のこの負け方もあの去年の勝利を肯定するようにこっちも肯定してあげるのが筋かなと思うけど。はい、以上です。お疲れ様でした。まあ、俺が思ったことは以上。あんまり伝わってなかったらごめんなさい。また動画作るかなんかします。はい、以上です。おやすみなさい。生配信しようかな。どうしようかな。難しいな。生配信もありやな、これ。生配信ありだな。もしかしたら今夜、日本時間今、9時か。10時ぐらいから生配信するかもしれん。生配信しようかな。どうしようかな。まあ考えとくわ。まあ何もなかったら、今夜はもうないんだなと思ってください。ツイッターでお知らせします。以上です。おやすみなさい。ありがとうございました。まあ頑張りましょう。匠お疲れ様。匠よかったよ。ほな。お疲れ。